はい、どうもだらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、バットコイン、OMG、リンクの方やってまいります。今日はですね、比較的、どの通貨ももうほとんどが上げてきております。で、結構大きなね上昇波来ていて、まあ、FOMC のね下落から、まあ、その下落 FOMC の時に1回ねつけた高値を越してきているということで、結構大きなね反発になっていると。で、結構重要な、ラインっていうところもですね超えてきてたりしますので、そういった通貨に関してもですね今後の、戦略ですね、そういったところをしっかり見ていきたいと思います。はい。で、まずは今後の予定なんですけども、10月の10日ですねに、米消費者物価指数である CPI の発表があります。ここがですね、またね、乱高下するきっかけになる、まあ、ターニングポイントになるかもしれないというふうに言われております。で、あとはもう11月はね、そんな大きな、イベントはないんですけども、まあ、12月入ったら13日が CPI、そして15日が FOMC ということで、今年最後の発表になるという感じです。はい。で、記事なんですけども、今日は穏やかなね、なんか大きなニュースはなかったんですけども、まあ、気になったのが、楽天グループですねが、ゲーミングプラットフォームを運営するデジタルエンターテイメントアセット、は4日、楽天グループ株式会社と Web3 領域における、協業促進に向けた各所を、凍結したと、いうことで、DEA ですね。まあ、DEA 自体はシンガポールの、まあ、ゲーム会社らしいですね。プレイトゥーアーンですかね。プレイトゥーアーンっていうのは、なんですかね、その、ブロックチェーン技術を使って、行われるゲームですね。で、その中で稼いで、その仮想通貨を稼いだりとか、できるような、このプレイトゥアーンって言うんですけども、その領域での、まあ、共同出資と、楽天とね、共同開発、そういったものを今後見据えていくということです。はい。だからまあ、ちょっとこれ期待ですよね。楽天が Web3 と、まあ、NFT とかですね、メタバースとかですね、いろんな各分野に手を出すのに、まあ、ここと、手を組んだということです。はい。で、実はここにはですね、DEA はですね、テレビ東京からも3億円の出資がされているということですね。で、このなぜ DEA なのかと言われると、まあ、他にもいろんなね、会社があると思うんですけども、おそらくですね、まあ、シンガポールに拠点はあるんですけども、CEO は日本人なんですね。だから、コミュニティとしてはですね、日本の方に、コミュニティが結構多い会社だというふうに思っておいてください。まあ、今後ね、もし日本テレビとかですね、テレビ東京とか、まあ、こういう楽天とか大きな会社と手を組んでですね、ものすごく大きな何かその取り組みが行われるようなきっかけになれば、まあ、そこで発行されたトークンとかですね、そういったものも、まあ、結構期待値が高まってくるんじゃなかろうかというふうに思います。はい。まあ、面白い記事でした。はい。ということで、ビットコインのですね、4時間足からやっていくんですけども、とにかく反発が強い。で、まあ、大事なことはですね、まず、バブルでつけたこのトップですね。バブルでつけたこのトップから引かれるこの下降ラインがあります。こうやってね。この下降ラインを辿っていくと、今回の、この FOMC の発表で下落してですね、一旦こう下落したんですね。でもこの下降ラインでサポートされて、こっから大きくこうやって上げてきてるわけですね。ってことは、ようやくもしかしたらこの下降ラインっていうところが一旦ね、上昇トレンドに転じる可能性、これがね、十分にあるというふうに思っていてください。まあ、僕はずっと言っておりましたよね。はい。冬の時代っていうのは、まあ、ここを抜けきれない状態、この下降ラインを抜けきれない状態が、まあ、その冬の時代だというふうに言っておりました。はい。で、次のポイントなんですけども、ここから上がってくるのであれば、323万円のこのラインなんですね。で、もちろんね、このまま一辺倒にガーンと上げることはないと思ってます。
ここの323万円で一旦大きくね調整して、でまあ横横したり一旦また落ちてからのまた上げとかね、そういった乱高下はあると思いますけども、基本的にテクニカルで言ったらここからは少しね上目線で見ていくべきだというふうに思います。で一番の買い場はどこだったかって言われたらやはりここですね。 FOMC の発表で下落したここですね、ここが一番の買い場にはなるはずなんですけども、もうちょっと乗り遅れたよという方はですね、一旦待っても、今ね買うのはちょっと待ってもらって、308万円付近ここまでですね深掘ってちょっと調整されたらですね一旦入っていくのはありかなと思います。はい、そして、短期的には323万円のここをね目指していくという形ですね。で今ちょっと陰線がねこうやって出てきておりますので、ここね陰線がちょっと出てきてますので、一旦こう調整のターン入るかもしれませんけども、まあどちらかというと上目線でね見てていいのかなというふうに思います。あの FOMC でね下落した理由は長期で、まあちょっと時間をかけてね、政策を行わないといけないというそのパウエル議長の発言があったわけですよ。じゃあちょっと長期続くんかよっていう懸念からね落ちてきたんですけども、まあ、そもそも考えたらもう予定通りなんですよね。予定通りの、まあ、ことを言ってるわけですよ。だから、まあ、一旦は株式とか、まあ、他のところから、まあ、仮想通貨に流れてくるパターンももちろんあると思いますし、まあ、ものすごく懸念が広がれば広がったしこ、まあ、仮想通貨には逆にね、入ってくる可能性、一旦ねその一時的なその保管場所として入ってくる可能性は、まあ、十分にあり得るのかなというふうに思います。はい、ファンダメンタル的にはそうなんですけども、テクニカル的にもここからちょっと上を目指しやすいチャートになっているということですね。はい、でその上のですねこの335万、ここも重要なんですね。このラインここは何かというと、先月は、無理だったんですけども、先々月と先々月と先々月ですね、はここまで高値をね揃えてきてるんですよ。ですので、10月はちょっと無理だったので、どちらかというとテクニカル的にはね、今月はちょっと落ちやすいのかなっていう僕は言っておりましたが、まあ、ファンダメンタル的にね、ちょっと上がってきそうな風潮がありますので、一旦ここまではですね、試してくるんじゃなかろうかっていう僕の見方です。はい。で、この335万円ラインを上抜けるかで、11月から年末にかけての動向っていうところが大きく変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。もちろん CPI だったり、FOMC の発表もありますので、そこでまたファンダメンタル的なね、下落、もしくは上昇あると思うんですが、テクニカル的にはそういった風な見方でいいと思います。はい。ですので、まあ、とにかく、なんか中途半端、こういう時はですね、中途半端なところで、ああ、上がってきた、どうしようどうしようって言って入るんじゃなくて、しっかり押し目を作って、まあ、ケツがね、ちゃんと敷かれているところまでタッチしてからですね、そこでしっかり買っていく。そういったのを積み重ねておいた方がいいと思います。はい。じゃあ続きまして、リップルですね。はい、リップルも大きくね、上げてきましたよね。直近の71円ライン、ここもしっかり上抜けてきたっていう形です。ここでね高値をつけていた場所も大きく上抜けて、で一回調整した後今またね陽線がついております。まあここまで来ましたので、横軸で見た時にもうねそんな大きなね、レジスタンスラインっていうのはこの辺ないので、次がやはり79円ですね。ここを目指して、ここを上抜けるかっていうところが、まあ、非常に大事だと思います。で、リップルに関してはスウェールですね、が迫っているというのと、で、もう一つがですね、やはりその訴訟の問題ですね。これが、まあ、今期待上げでここまで上がってきたと思うんですけども、さらにね、もう一段階ぐらい期待上げが起きるのかっていうところが、今後見ていくべきところだと思いますので、そこを押し量るには79円ラインを上抜けるかというところで見とけばいいと思います。はい。しっかり抜けてきたらですね、もう一段階、もしくはもう二段階ぐらい上げてから、事実売りですね、一旦。が来ると思います。僕はそれは来ると思います。一旦大きな下落が来ると思います、リップルは。ですので、まあ、とにかく、79円なり、ライン。
79.7 円ぐらいですね。ここをしっかり見とくという感じでいいと思います。で、ここはね、チャート的にもこういうダブルボトムの形になりますので、そこのネックラインを上げると、どっちかというと上昇波につながるんじゃないかなというふうにも思いますので、今後の展開をね、しっかり見といた方がいいかなというところです。買い時なんですけども、やはりこの 71.1 円ですね。ここまで大きく調整してきたら買っていける。で、もう一つはやはり79円をしっかり上抜けた時ですね。今買うのであればですね、71.2 円のところを損切りラインにして買っていくっていう。まあ、そこを許容できる方はですね、買っていってもいいんですけども、ちょっと厳しいなと、ちょっと怖いなと思う方はですね、今のところはまだ見といて、しっかりした79円ラインを上抜けてからでも遅くないというふうに思います。はい、じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい、ビットコインはですね、このバブル期につけたこのトップでつけたね、この格好ライン、これを上抜けてきたんですけども、イーサリアムはまだ上抜けできていません。ただ上昇波としてはまあまあね、大きな上昇波が来ているという感じですね。で、今上値を重くしているラインっていうのが、この24万5千円付近のこのラインなんですね。はい。で、ここの、一旦ここの FOMC でつけたね、この高値をもう一回目指してきて、で、今もう一回ね、挑戦してるんですけども、なかなか上抜け切れてないという形です。ここを上抜けてしっかりサポートされるような展開があれば、いよいよですね、この下降ラインですね。この下降ラインも上抜けることができる可能性というものを模索していくという感じになると思います。はい。で、まあ、今のこの相場的にはですね、結構上げてきそうな風潮がありますよね。で、結構大きな上昇波でもあるし、まあ、出来高もこの辺で結構集まってきておりますので、まあ、全然上がってくる余地はあるかなと思うんですけども、今買うのかというところが重要ですよね。はい。近づけてみるとですね、やはり上値を重くしているこの24万5千円ライン、ここが、しっかりしたね、サポートライン、もしくはレジスタンスラインとなる可能性が高いので、ここまでね、今ね、高値までこう来ておりますので、一旦落ちてきたら、しっかり落ちた場所で拾っていく。上抜けたら、上抜けてからサポートされた場所で拾っていく。このパターンでいかないと、ちょっと今ちょっと中途半端な場所ですので、どっちに行くかまだわからない状態で、今手を出すっていうのは、まあ、今はやらない方がいいかなというふうに思います。はい。まあ、上抜けてきたらね、直近の最高値も抜いたことになりますし、まあ、この辺っていうのは、このね、サポートが結構効いてるんですよ、ここで。この辺のこういうサポートがね、効いてるところでもあるので、ここを抜けてきたとなると、結構ね、期待値が上がってくると。チャート的にはね、思います。はい。で、ファンダメンタル的にも悪くないですし、まあ、アップデートからね、そんな大きな悪い情報も出ておりませんので、まあ、イーサリアムは今後やはり期待できる通貨としてはですね、投資先としては僕もね、結構積み重ねていきたいなと、投資をね、積み重ねる予定でいますので、まあ、結構いい形にはなってきたのかな、というふうに思います。まあ、最終的にはこの三角持ち合いを上抜けて、27万円ラインを上抜けるっていうところが、まあ、一番ね、熱いパターンなんですけども、まあなかなかその一辺倒にはいかないかなと思いますので、しっかりした押し目っていうところをですね、買い時を探っていく。これが大事だと思います。はい、じゃあ続きまして、バットコインですね。はい、バットコインがね、ずっとこの47円ラインですね、ここをですね、ずっとここ下にね、こう弱い相場が続いていたんですが、いよいよ上抜けてきました。はい。で、上抜けてからというものを、なんとかサポートされて、ここでね。なんとかサポートされて、今、じわ上げの状態ですね。じわ上げの状態です。はい。ただ、見てわかる通り、上髭がやっぱりね、ちょっとね、目立つんですね。だから、この辺の値っていうのは、まあ、売りが発生しやすいね、値になってんだろうな、というふうに思います。この辺の値をこうね、突っ切るような動きがあれば、一旦上値を重くしていたのが軽くなって、もう一段階上を目指せると思いますので、まあ、それまでは、
ちょっとこれも今ちょっと高値止まりしているなというふうな感ありますので、買い時としてはですね、短期的に買っていきたい方は 47.7 円ライン、ここですね、ここで買うか、上がってくるのであればちょっと手をつけずにしっかりしたね押し目を待ってからがいいと思います。で、細かいところで言うと、この 51.7 円ラインですね、この辺もレジスタンスのタイミングにはなるかなというふうに思いますので、ここで頭打ちして一旦大きな押し目を作った場所っていうところを狙っていくという形でもいいのかなというふうに思います。はい。で、昨日ぐらいがどっちかというとね、そのアルトコインの結構サブコインにね流れてたわけですよ。で、主要通貨であるそのビットコイン、イーサリアムとかリップルが、まあ、ほぼ動きがない状態だったんですね。で、このパターンってねよくあるんですけども、一旦は上がるんですね、そうやってアルトコインアルトターンっていう人もいるんですけど、その後に一気に下落して、で、主要通貨の方に流れてくるっていうね、このね、この流れ結構あるので皆さん覚えておいた方がいいです。うん。ですので、まあ、それでね上げてきたのであれば、一旦そこでね、利益を回収してからのイーサリアムとかそっちの方に流れてくるっていうパターンもありますので、まあ、ここのね 47.7 円付近を下抜けるような大きな下落があると、ちょっと押し目買いというよりは一旦ね見届けるっていう戦略に変えた方がいいかなというふうに思います。はい。じゃあ続きまして、 OMG ですね。はい、OMG がね、やっぱり僕のね、もう本当読み通りなんですよね。まあ、この平行、下降の平行チャンネルがありました。で、こうずっとね、こう落ちてきてたんですけども、この218円の底値を境にずっと横していたわけですよ、これね。で、ここの上値を重くしているこの下降ラインがありますよね。ここを上抜けたら一旦上昇波来るよという話をもう何度も言ってたと思うんですけども、CPI じゃない、FOMC の発表で一回ここで頭打ちしたんですね。頭打ちして一旦深掘ったんです、ここね。深掘ってしっかり調整した後に、今全体的に上がっているこのね、上昇波に乗っかって、もうぶち抜いてきました。下降ライン、この下降ラインぶち抜いてきました、大きく。これはですね、結構 OMG としては結構大きなこれ結果ですよ。はい。相当長く続いていたので、この下降の平行チャンネルが、まあ、めっちゃ長く続いていたので、しかも底打ちしてからもですね、この横横期間がものすごく長かったし、ボラティリティもめちゃめちゃ低かったので、それなりにどっちかに抜けたらですね、大きな動きあるよって僕はねかねてから言ってたので、まあ、ここぶち抜いてからね、今こうやって大きく上げてきております。はい。で、まあ、これをね、どうするか、今後どうするのかっていうところなんですけども、ちょっとここで買うのは、ちょっと恐ろしいですよ。こんだけ上がってきてるので、ある程度の押し目っていうか、まあ、調整はあると思います。どうしても買っていきたいなと思う人は、その調整を待って買っていくのが一番利口かなという感じですね。はい。で、目指すはですね、目指すはやはりこの302円ラインなんですね。まあ、ここですね。うん。でもっと言うと、この辺が利確のタイミングになりやすいというふうに思いますので、まあ、この302円ぐらいのところというのは覚えておいた方がいいと思います。で、ここも乗っけてきたよというふうになるのであれば、340円付近ですね。そこが次のレジスタンスラインになるというふうになりますので、そこは押さえておいてください。うん。まあ、ずっとね、この辺からね、言ってきておりました。まあ、ここどっちかに抜けたらどっちかに結構大きく動く可能性あるので、よく見といてくださいというふうな形でずっと言ってましたので、それがようやく上抜けしてきたという形です。はい。続きまして、リンクですね。はい。リンクもね、大きくね、上げてはきてるんですよね。うっすらね、この下降ラインがあるんですけど、ここはまあしっかりね、一回ここで頭打ちして調整してからの、抜いてきた。はい。っていう形ですね。だから下降ラインは抜いてきました。ただ横軸で見たときに最高値ですね。直近のここでつけた最高値。ここを一旦少しだけ上髭でここ抜けたんですけども、
一気に売り叩かれて利確のタイミングに、ね、なりやすい場所ですのでね、陰線つけてから、でもそこからまたねグググと今上がってきておりますので、まあワンチャンですね、今上値が軽くなった状態でここを上抜けてくる可能性というのは十分あります。はい、でここに関しても一緒ですね、今買うのではなくてもう一度頭打ちして下がってきたらですね、底打ちしたところ、1240円付近が一番買い場なんですけども、まあ、ちょっと上の方でも、押し目を作ってきたタイミングで買っていった方がいいかなと思います。はい、で1239円、ここも下抜けてきたらちょっと一旦押し目買いというかちょっと一旦見届けて、た方がいいですね。はい、でもしくは、まあ、押し目を作らなかった場合、それはまあ上抜けて押し目を作った場合に買っていく、まあこうですね。まあおそらくですけど、この1297円、ここを上抜けてきたら、まあ、結構大きくね飛ぶんじゃないかなと思います。基本的にリンクはボラティリティ高いコインなんですね。そのボラティリティ高いコインがね、まあ、ものすごくボラティリティが小さな動きを最近してたわけですよ。ですので、このストレス結構溜まってると思いますので、抜けた時は大きくね、一旦跳ねる可能性は十分にあると思います。はい。まあ、この辺見てもわかると思いますけど、まあ、結構乱高下がね、激しいコインなんですよね。はい。うん、まあ、過去のも見てもらってもわかると思うんですけど、この波があったのに、この辺からね、波がこのぐらいの波しかないわけですよ。ね。で、まあこれ覚えてほしいのが、三角持ち合いとかになっているときに、値動きが小さくなればなるほど、どちらかに振ったときに、上値を抜けたとき、もしくは、底値を下回ったときには、大きな動きになるということはね、まあ常々僕も言ってますけども、知らない方はそこはね、しっかり把握しておいた方がいいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ結構ね、いい動き、そして買い場ですね、いよいよリスクかける時が来たのかなというとこ、コインもありますし、ただ、リスクかけなくちゃいけない時はかけなくちゃいけないんですけども、慌てて今かけるんではなくて、しっかりした目線、まあまだね、参入していないよという方は、そういったところをしっかり見ていただいて、検討してみてください。で、僕がね、いつも言ってるのは、もっと早く買えてるんですね。僕の動画を見てた方は、もっと早くで買ってると思います。はい。だけど、今日、今、初めて見た方とかはですね、今日の戦略っていうものも一つ、視野に入れた方がいいかなというふうに思っております。はい。ということで、今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕が使っている取引所は、ビットバンクとコインチェックになりますので、概要欄に載せておきます。それでは明日どうなるのか、値動き占いドン。あ、爆上げ来るんちゃう、これ爆上げ来ましたね。まあワンチャンあり得ると思います。はい、特にビットコインとかですね、 OMG もそうですけども、大事な指標は抜けてきておりますので、そうなってくると、イーサリアムとかね、他の通貨も大事な指標を抜けてくるみたいなね。一旦は上昇トレンドに転じる可能性は十分あると思いますので、まあ明日の値動きまたね、見ていきたいと思います。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。おつ爆上げでも利確できず暴落しても損切らない。気づいた時にはもう乗り遅れてる。無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。おつ